よかったな、捕まって。これで被害者はやられ損だよ。刑期を終えたら、お前はまた自由になるんだからな。この檻で守られていなけりゃ、俺がこの手で。どうしてこんなことに。お兄ちゃんの部屋は402号室ね。うん？お兄ちゃんの部屋は、うん？お兄ちゃんの。いるんでしょ？奴の女？お前は成瀬さやか？あなたは誰ですか？知らない方がいい。奴はこうなる運命だった。すまない。
メリークリスマス、優子。お前の欲しがっていたオルゴールだ。壊れやすいものだから落としたりしないように。お前は昔からそそっかしいやつだからな大切にしてくれよ。それじゃ体に気をつけて、サトシより。イラサワ署の者です。通報がありましたが大丈夫ですか？警察です。佐伯さん、開けてください。何かありましたか？人が殺されていると通報を受けたんですが。私の兄が殺されたんです。ほう、本当ですか？おーい、うるさいぞ、おとなしくしてろ。おーい、静かにしろ。助けてくれ、頼む。お願いだ、こいつをどかしてくれ。わかりました、今すぐ助けます。その辺りに鍵束がないか。鍵がないと地上に出られないぞ。鍵束は見つからないか。鍵束を見つけてよし、これで。そうだ、
部屋の奥のロッカーに君の所持品が入っている。取ってきてもいいぞ。急いでくるから出よう。何をやってるんだ！貴様は犯罪者を逃がすつもりか！いや、しかし、彼女、もしこの凶悪犯が逃げ出したら、貴様、どうするつもりだ！申し訳ありません。大体だな。なぜ凶悪犯の命を助けなければならんのだ。よーし、地下は全員避難完了したぞ。
おい、なんだってこんなことになってるんだ。金城川が決壊したからってこの地区に避難勧告が出るものなのか。知らないよ。警察は辛いな。住民はもう避難してるのにな。ああ、韮沢駅の北口から避難バスが出てるって話だぞ。
貴様、佐伯ゆかを待て。緊急事態発生、凶悪犯が脱走した。至急応援頼む。番組の途中ですが、緊急放送をお送りいたします。羽城川決壊の続報です。今後もこの豪雨は続くとみられ、増水による被害の拡大が懸念されています。被害は富坂市西部を中心に広がっており、濁流による建物の倒壊が頻発しております。羽城川より西側の地域では緊急避難命令が発令され、住民の避難が始まっています。また避難中の事故により以下の方が危篤状態に置かれています。遠野真知子さん、小林昭雄さん、浦沢涼子さん、片桐芳恵さん、この方たちは現在椿ケアセンターにて緊急治療を受けております。次のニュースです。警察庁より市民の方へ警戒を呼びかけるお知らせが届いております。韮沢区韮沢署付近の陥没事故に乗じて殺人事件の容疑者が逃亡中とのことです。身長は160センチ、手錠をはめておりピンクのセーターを着用。で会ったことない。君も早く避難した方がいいよ。そうだ、一緒に行かない？おい、さっきのニュースの。うわ、やっぱり俺たちだ。おい、行こうぜ。ゆうこはいたか？いえ、まだ見つかっておりません。住民の誘導もしていますので。何のんきなことを言ってるんだ。佐伯ゆうこは兄を殺した凶悪犯だぞ。これで逃がしたりしてみろ。その時は分かってるな。
はい、最優先で捜索に当たります。お前は、もう逃げられんぞ。観念しろ。お前は、もう逃げられんぞ。観念しろ。
品？残念だね。逃げられると思ったか。兄を殺して逃げるだけ逃げて、もし捕まったとしても裁判を受け、弁護士に刑を軽くしてもらって、今の刑法は生ぬるいったらありゃしない。お前みたいなのがはびこるのもそのせいだ。最後に聞いておこう。どうして兄を殺したんだ。私が行った時に黒い服の男が部屋から出てきて、部屋に入った時にはもう兄さんは。そういえば一体誰が通報したんですか。善良な市民だよ。お前が凶器を捨てたのを見た人がいるのさ。裏の広場で見つかったナイフから兄の血液とお前の指紋が検出されたんだ。連行に抵抗する凶悪犯をやむを得ず射殺。よくある話だ。
ない？怪我はない？はい。ここ君、その手錠、違うです。私、犯罪者なんかじゃないんです。無実の罪で追われてるんです。それで、どうなの？うわっ、水がここまで。君は悪い人じゃなさそうだ。後で正直に事情を話してくれるなら今は君を信用するよ。はい、後で正直に話します。分かった、とにかく上へ行こう。ちょっと待って、警官がいるよ。とにかく今は落ち着いて話ができる場所を探そう。確か歩道橋を渡ったところに地下街の入り口があったはずだよ。ほら、あそこ。僕、警官と何か話をしてくるから、君はその隙に行くんだ。いいね。あ、僕の名前は青山、青山徹って言います。私は佐伯優子です。佐伯優子ってさっき指令手配してるってニュースでやってた。いや、私は分かってるよ。詳しい話は後だ。じゃあ行ってくるから。Thank you.